45度北斐45度線北斐45度線は地球の赤道面より北にチリードにして45度の角度をなす一線である。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北、アメリカ、大西洋を通過する。よく北極点から赤道までの距離の中間地点だと言われるが実際の中間地点は北斐45度線よりも 16km 北にある。これは地球が 自転による遠心力で赤道付近が膨らみ、極付近が平らな楕円体であることに起因する。この井戸の下では、下支点時の下昇時間は15時間37分で、当時点時は8時間46分である。この井戸上では、度数法による度、度分、秒で分割される、四五線個長は概ね以下の長さに相当する。本書四五から東に向かって、 北緯45度線は以下の場所を通っている。アメリカ合衆国ニューハンプシャー州にある北緯45度線の記念引きたアメリカにおいて北緯45度線はセントローレンス川とコネチカット川の間で大まかにアメリカ合衆国カナダ間の国境の一部となっておりしばしばカナダラインカナダラインと呼ばれる。実際には1772年の調査時に誤りがあったため バーモント州の正確な宗教汚染は約1トルほど北に引かれている。この境界線は両国が共有しているシャンプレーン湖と交差する。45度線はモンタナ州とワイオミング州の宗教の大部分を形成している。また、米国内では他にオレゴン州、アイダホ州、サウスダコタ州、ミネソタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州、ニューヨーク州、 バーモント州、ニューハンプシャー州を呼び、メーン州を、カナダでは、オンタリオ州、ケベック州、ニューブランズウィック州を呼び、ノバスコシア州を通過する。ウィスコンシン州を相成功に立つ4590、地点の標識カナダでは、ノバスコシア州を大まかに二等分しており、州とハリファックスは45度線より約40、キロメートル南にある。ニューブランズウィック州の本土は、 すべて45度線よりも北にあり、州内最大の都市セントジョンの南西約 90km にある、州本土最南端の町グリーンズポイントのわずかに南を通過する。ディア島の3分の2と、カンポベロ島及びグランドマナン島の全土が45度線の南に位置する。ミシガン州では、グランドトラバース湾に面するオールドミッション半島の先端がちょうど45度線上に、 ある。多くのガイドブックや標識では、ミッションポイント灯台が赤道と北極点の中間地点であると解説されている。グランドトラバース湾が通常の潮位まで下がった時、北緯45度ちょうどまで歩いていくことができる。ミネソタ州ミネアポリスのゴールデンバレーにある記念名版西に視点を移すと、ウィスコンシン州中央部、ウォーソー市の成功で45度線は、 成形90度線と交わる。さらに、西では、45度線は、ミネアポリスセントポール都市圏を大きくに等分する。ミネアポリスのセオドアワース公園内には、記念名板が置かれている。ノースイーストミネアポリス市内を東西方向に走る。大通りのセンターラインは、市の設計者により計画的に、北緯45度線の延長上に引かれた。つまり、 大通りの中央に立った場合、文字通り45度線上に立ったことになるということで、ある。米国西部においては、45度線は、グレートプレーンズやロッキー山脈を横切り、オレゴン州の太平洋岸と交差する。米国中で45度線の通過する地点には、当地が北極点と赤道の中間地点である旨を示す、高速道路の標識等が見られる。西から順に、 北、アメリカでは、以下の都市、またはわずかにその脇を通過する。ホロノ延町の北緯45度モニュメント。赤い印が45度線。前節からさらに45度線を西へ延長すると、長く北、太平洋を渡った後、利尻霊文サロベツ国立公園を横切り、日本の北海道北部に位置する、ノ延町を通過する。さらに、日本海北部海域を進み、 ロシアウラジオストクの北方、沿海地方沿岸部と交差する。ロシアとの国境地帯にある、中国北東部の半角を通過し、国流交渉、吉林省及び内モンゴル自治区東部を横切る。モンゴル南部のモンゴル高原の、スフバータル、ドルノゴビ、ドンドゴビ、ウブンハルガイバヤンホンゴル、ゴビアルタイ、ホブドノカク県を横断する。中国北西部では、 新疆ウイグル自治区の入りカザフ自治州と、産油地として知られるカラマイ市を通過する。続いて、カザフスタンの南部からバルハシコ南端までを通過し、さらに西部のクズロルダへ伸びるアラル海でウズベキスタンと国境を接し、かつてソ連が使用していた化学兵器の研究所があるボズロジュデニア半島を通る。ウスチュルト大地の北端をかすめ、再び、 カザフスタンへ入り、カスピ海の北部を経て、ヨーロッパとロシアへと伸びていく。45度線上に置かれた人形ヨーロッパでは、東は、ロシア領コーカサス地方のカスピ海岸から、西は、フランスのビスケー湾まで伸びている。ロシア領内では、カスピ海の西海岸から、黒海の東海岸まで、カルムイク共和国、スタブロポリ地方とその州都スタブロポリ、 クラスのダール地方とその行政の中心クラスのダールを通っている。ウクライナ領内では、クリミア自治共和国とその首都シンフェロポリを通っている。さらにその西側では、バルカン半島を貫いている。ルーマニア、セルビアのボイボディナ自治州、クロアチアの東端のごく一部、ボスニアヘルセゴビナの北端、そしてアドリア海沿いのクロアチア領を通る。 セルビアの首都であるベオグラードはこの遺線のすぐ南にある。北、イタリアではロビーゴ付近でポー川を横切りコッティアンアルプスを越えてフランス領内に入る直前にトリノのすぐ南を通過する。南フランスではバランスのすぐ北でローヌ川と交わる。フランスのオートルートの一つであるオートルート A7 にはアイレでポーンでエル、イセレ。 ラティチュード45というサービスエリアがある。その後は、フランスの中央高地を越え、アキテーヌ地域圏に入る。ボルドはこの遺線のすぐ南にある。ありがとうございます。